これも今となっては希少なものになりましたね。これはフェラーリの 308GTB です。これは1975年から85年に実車として製造された車で、これは D の 246GT の正当な後継となるスモールフェラーリ。308GTB は75年パリサロンでデビューしたと。ベルトーネのデザインで、小熟のフェラーリの愛好家から公認されにくかった D の 308GT4 とは違い、フェラーリのトップモデル、365BB を小型化したような美しいピノンフェナーデザインのボディが与えられ、D のと呼ばれず、正式なフェラーリとして登場したと。で、基本的な構造は 246GT から大きく変わらず、したがって 308GT4 とほぼ同じであったと。シャーシーはボックスセレクションのペリメーターフレームと鉄板製プライトを主催とし、前後にサブフレームを組み合わせていたと。トレッドは白かったが、ホイールベースは 308GT4 よりも短い 246GT と等しく、ボディ外見も 246GT とほぼ同じ大きさであったと。当時、他のフェラーリと同様、ピノーフェラーやレオナルド・プラブリオンデザインのスタイリングは、モダンかつクラシックなバランスを保っており、フェラーリのスポーツモデルにふさわしい指さを備えていたと。エンジンは 308GT4 とほぼ同縮、ベルト軌道の90度、V 型3リッターがミッドシップに復刻され、操作性は 308GT4 がドライブ散布化されたことだったと。で、最も対米出場のほか、77年フランクフルトに加わったオープンの 308GTS に全てウェット散布であった。ボディは後に出自に変更されるが、当初 FRP を採用。77年5月頃までその FRP ボディは800台が作られたと。80年1月にボッシュ系ジェットの燃料噴射を採用した308GTBI が登場。GTS も同様に GTSI となったと。スルコは対米数が240馬力から205馬力と下げられ、欧米仕様も240馬力に下がった。外見の変化はほとんど内装のみが加えられ、80年のイタリア国内専用2リッターモデル 208GTBGTS を追加。208は80年さらにターボ仕様を追加され、80年アティナは308は4バルブ化され、GTB、GTS クワトルボルテレラモデル、総合出力は欧米仕様が240馬力、対米数で230馬力と再び向上。外見も高に乗され、85年構成には 3.2 リッター328が登場。270馬力までパワーアップするともに、外見も高に強された。328まで含めると、シリーズ全体で2000台、まあ、2万台以上と。ジュニクとフェラーリをはるかに超える台数が生産され、84年構成 348TB へと、まあ、フルモデルチェンジした名車という形ですね。で、これは、当時 308GTB は1350万円の、値段でした。これが新車当時で1350万、ですから、今ではもっと、高くなっています。で、これがちょうどピタリとブームが当てがまって、スーパーカーブームと呼ばれた時代があったんですが、その時代の時にピタリと、まあ、このトミカが、その流行に乗った形で出てきたんですね。で、そしたらさらにこのスーパーカーというのが拍手喝采を浴びて、小学生中学生に受けたんですね。で、そしたら、まあ、今の時代と比べて当時の昭和の時代って子供の数がすごく多かったですから、で、その時に、どっかで友達がカメラ小僧と言われた子供がバーって出てきて、で、道路に道が溢れるぐらいの道に子供が溢れるぐらいのもう歩行者天国みたいな感じになって、バーっと子供がやってきて、で、もうカメラはあちこちこう、当時はほら映るんですとか、ああいう時代でね、今みたいにデジカメとかそんな高画質のものはなかったですから、まあそういったカメラを持って撮ってた。で、当時はそのデあのああいうカメラにしろ、まあ当時は高いことは高かったと思うんですよね。でも、あの映るんですっていうカメラが出てきた時に、安くてカシャッつって、非常にシンプルなんですが、視点を合わせてカシャッと言ったれば、もうカシャッと音がするともう撮れたと。最初私もあれも昔ね、もちろん私は時代ですけども、あの映るんですというのが使ったことは幼少期の時だったかあったけど、本当にこんなもんでカメラ撮れんのかなと思ったら、ちゃんと撮れてたんですねちゃんとそれこそ映ったんですよ。だから、あんな四角いところに、ね、あの視点を当ててカシャッてやってね、今だったらね、今のデジカメだったらはっきりカシャッとこうって撮れたなって感じがわかるじゃないですか。で、すぐ確認できるじゃないですか。でも、あの時代の映るんですとか、あの時代の頃のやつってね、そんなすぐ確認取れないんですね。今じゃ考えられないんだけど、すぐ確認が取れないから、結局カメラ屋さんっていうのが地方の商店街みたいなところあって、で、そのカメラ屋さんに持ってっていくらかお金を払って、
頼むとそれを現像してくれたんですね。でそれで撮った写真が初めてそこでわかるという、今じゃ考えられないシステムですけども、まあ当時そういうやり方だったんです。でそれが1970年代の時すでにあって、でそういうカメラを持った孤独カメラ小僧がバーッと寄ってきて、ね、で中にはまあ一眼レフみたいな、まあ、今のデジカメみたいな高性能の、カメラを持ってる金持ちの子供もいて、でそういう子供も混じってこうスーパーカーを見ると写真を撮ってたんですね。だから今じゃちょっと考えられないですけども、野球のドーム場がありますね。で野球のドーム場のとこにこうスーパーカー 5、6台ぐらいずらーっとこの球場の中に並べて、でそれでこうスーパーカーというのはこういう車ですよって言って見せるイベントをやってたんですね。野球の球場がそういうことやってたんですからね、今じゃちょっと考えられないかもしれないですけど、まあそういう時代があったと。それだけやっぱりスーパーカーっていうのはまあすごい時代だったんだなっていうことで、そこにちょうどトミカが乗っかるような感じで、これを発売したので、まああっという間にこう人気が、出たんですね。でもうスーパーカー消しゴムだの、スーパーカーカルタだの、いろんなもんが出てきて、でもうこれはあれですよ、もう買いたいと思ってもね、もうある意味のうちのミニ四駆が買えなかったっていう子供がわーわー泣き出す子供がいたってぐらいですから、まあ当時のスーパーカーの時代もやはりそのスーパーカーを買いたいなと思って、トミカを買いたいなと思って来たけども売り切れですと。でそうするとそこでもうなんで買えないんだってことが理解できなくてわーわー泣いちゃうって言ってたっていう子供も多くいたんだと思います。でまあそういう人たちですね。でも今そういう時代にいた小学生中学生の人は今ではもうおじさんおばさん、下手したらもうおじいさんおばあさんになっちゃいましたかね。もう孫がいてももうおかしくない年頃になってしまいました。まあ年月というものはね、ある意味時たま恐ろしいもんですね。年月というのは時たま恐ろしいもんで、当時小学生中学生だった人たちは今はね、もうおじさんおばあさんを通り越して、下手したらおじいさんおばあさんね、孫がいてもおかしくないと、もうそういう年頃になってしまいました。で、それでこういうふうな308 GTB もね、なかなかの、良さがあってこういいなと、これを見た当時の子供たちはどんなにやっぱり感動してすげえなーと思ったと思うんですね。だって当時の日本車はこれに相当するような車だったら 2000GT とか、コスモスポーツとか、まあそれぐらいだったかな、それぐらいしか作れなかったんですよね当時の日本車って言ったら。中にはドームレイって言ってドームの車がね、スーパーカーを作るということで意気込んでたんですけども、まあそれが残念ながら開発段階になって排気ガス規制だろうとかそういう厳しいことばばば言われてしまったんで、でそれでもう作れなくなっちゃったっていう、幻に終わっちゃったっていうのもありますけどもね。ただなかなかこれは、まあ、日本車で言ったら当時スーパーカーって言って堂々と名乗れるようなものだったら 2000GT とかコスモスポーツぐらいだったので、まあそんな中に飛び抜けて、まあこいつが出てきたわけで、まあ当時はびっくりしましたね。あとまあハコス、あともう2つぐらいだったか、ハコスカと、あとコスモスポーツですね、マツダの AP コスモ、あとはハコスカ、まあこういったのがありましたけども、ただ、それでもまあ車トラーと圧倒しても当時のイタリア、フランス、アメリカの、ドイツ、そういった車のスーパーカーってのはもうどぎまを抜いてたわけですよ。だからまあそういう国を相手にある意味自動車を販売していったっていうのは日本人のすごい魂の強さを感じますね。こういう車を相手にスーパーカーを売りつけるんじゃない、売ってやるんだっつって、で見事にそれを作っちゃったからね、日本のメーカーが。だからそれはやっぱり頭が、今でも頭が下がるし、それは今でももうレジェンド級だし伝説化されていってることだなというふうに思います。でこれ中がちゃんとこう作り込まれてるんですね。こうやってきれいによく作り込まれてると。今はね、今のトミカル車種だったら内装まで見事に作り込まれてるけど、当時これで内装まで見事に作り込まれてるってのはなかなかないですよ。でしかもこれ銀に近いような感じで、キンキラ銀みたいな、銀みたいな、メッキ仕様みたいな感じでこう作ってあるんで、まあなかなかそれがまたいいところだなというふうに、思いますね。でこれは、確かこの、これの部分がこう開いて、
で、こうやってエンジンをこう見ることがまあできるということでね、そういった細かい作り込みなんかもまあできていた。だからまあ当時これを買いたくてもなかなか買えなかったという人たちが 続出してもまあ過言決して不思議な話ではなかったと、いうことになるかなと思うんですが、まあそれだけやっぱりこのスーパーカーっていうのは勢いがあって、それだけやはり日本人の心に根強く記憶として残り、度肝を抜かされた車と言ってもいいんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。